どうも、亀次郎です。ということでね、エイペックスが上手くなりたい2期、21回目。まあ、まだ21回目回っていう感じではございますけども、まあ、マイペースにやっていこうかなと思ってます。今回は、マリマギーで行ってみようかな。それでは、早速行きましょう。ゴー。イエスだぜ。ビビってんじゃねえ。気合だ。ちょっと2人やからね、ちょっと後ろから行こうかなっていうね。来るかな。オッケー、大丈夫そう。ここでちょっと武器漁って来るんかい。あ、大丈夫か、大丈夫か。オッケー、カービン。味方と合流したい。ファーストキル、ゲームの始まりだ。リング外で死にたくなければ。お家か。別の部隊から攻撃されてるよ。アタックとドリルからは誰も逃げないでよ。アクティブだね。フラグを投げるぞ。あ、マジで。あ、危ね。ナイス。こいつが最後の決めた。ちょっと回復させて。リロードする。オッケー。誰だ起こしてんの。どっか処置されるか。どっちか決めろ。回復中だ。ライトアモが切れた。ライトアモ。リロキヨッコ一人ダウンさせた。ライトアモ。リングは遠い。急ぎな。60秒しかない。あれ、残り45秒。生身の足で戦ってるんなら急ぐんだな。上野か。ドリル？ドリル？ドリルすんのかい。別の部隊が割り込んできたよ。やめて。グレネードだ。リングが閉じそうなのにまだ外だ。死にてえな。そういや、あたしが殺してやる。シールドをリチャージ中。シールドがいる。これぞエイペックスって感じや。ケアパッケージだ。いいね。くるくるくる。撃たれてる。ああ、ごめん。あー、やってもうた。もう最悪。あー、やってもうた。
なんで今俺前出ていったん？バッドマギー楽しいよね。気をつけな。私の近くに敵が着地した。ああ飛んでる、いった。ドリルを使う。ああ怖っ。あれこれも撤退。頑張れよ。頑張れ。ナイス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 。ありがとうございます。ああ鼻が花粉症ですわ。どこ？私に眼力を目指す。距離を確認。シールドをリチャージ中。ドリルで殺してやるよ。エオッコに攻撃されてる。移動中だ。待ってくれ。シールドをリチャージ中だ。下手すぎた今のも。トンネル消せるんや。どうやって上がるん、これどうやって上がるん。どうやって上がるん。チャンピオンくたばった。決定で行こう。オッケー。敵を一人やった。撃たれてる。待ったよ。おー、危ねえ。あー、終わった。
ナイス。素晴らしい。やべ、楽しい。マスティフいいですね。リングが閉じてるってのにまだ外にいる。急げ。熱い熱い。やばいやばいやばい。やばいやばいやばい。ヒートシールドがない。私らが勝つまでは。ヒートシールドがない。傷を手当てしている。ヒバレ、マギーが今行く。向かっている。うん、うん、ウルトまだ使えない。回復中だ。ラウンド3、リングカウントダウン。おとなしくしろ、助ける。次のリングは遠いだ。この剣をぶっ放すよ。レプリケーターが来るぞ。やばい、間に合われた。ダグ、こ、あたしが。もうちょい。はい、注射器持っててよかった。ここにヒヨッコがいる。回復中だ。ほら、虫歯ならここにドリルがあるぜ。待ってくれ。厳しいな。シールドをリチャージ中。あ、いいぜ。注意感。ヒヨッコに攻撃されてる。敵とダウンしてしまった。私のドリルからは誰も逃げられねえぜ。リングは近いぞ、ゴキブリども。ヒヨッコに攻撃されてる。肝心なとこで全然当てれへんの。マギー戦になるかな。マギー二郎になるかな。あー出てこい出てこい出てこい。上か。標的を確認。ドリルだ。オッケー、ナイスドリル。標的を発見。上か。大丈夫かなこれ。敵を確認。リロード中だ。口を大きく開けな。ドリルで治療中。オーケー。このゴキブリのシールドを割ったぜ。エネルギーアーム欲しい。敵を確認した。自己修復中。
行中だ。ドリルで穴を開けられると言っていいぞ。ま、敵のシールドを渡れ。フラグを下げる。敵が近いぞ。リロード中だ。お？標的を発見。ああ、いいぜ。がヒヨッコを求めてる。あれ？ヘルミットを投げた。よく聞け。舞台。ヘルミットを投げる。敵に撃たれてる。まずいまずい。どう？残りは一部。アークスター行くよ。行ける。シールド。オーケー。逃げるぞ。うまい。ここに敵がいる。あー、ごめん、間違えた。あー、最悪だ。おい、何人いんねん。うそー、マジかよ。さっきの最後バッテリーうまくべきじゃなかったな。センチネルて。あー、これは無理や。こっちに開封済みのサプライボックスがある。部隊を丸ごと。敵のシールドを破壊。はい、ということでね、ちょっとあの後も何回かやったんですけども、もうこれは今日はもう飽きまへん。今日はあかんやなということで、この辺にしようかなと思います。ちょっとね、あの試合はバッテリー巻いてる場合じゃなかったな。まあでもそういうのも含めて日々勉強ですね。ちょっとマッドマギーを今後もちょっと使っていってみて、うまくアビリティとかをね、使えるようになっていきたいなと思っております。まあそんな感じで今回この辺で、それではまた次回。さらばだー。